チートムーンネットワークのノード報酬がでかいです。動画を見ると3倍もらえます。はい、こんにちは。マルチインカムサラリーマンのハッチノです。今回もチートムーンネットワークのノードマイニングのお話なんですけども、先週ですかね、こちらの動画で、ウェブのね、ノードマイニング始まったよということで、やり方とかをね、お伝えしました。まだね、こちらの動画見てない方、この QR コードを読んでいただいて、この動画を見てから、ね、今日の動画を見ていただくと理解が深まると思います。はい。で、このね、前回の動画を見たということで話を進めていきますけれども、ノードマイニングですね、前回ね、私もマイニングして途中で動画を撮ったので、マイニングが終わった後のところまでね、前回の動画に収めきれてなかったんですけれども、はい。でね、この状態から、収集する収益ゼロっていうことで、こちらがね、800CTM になると、引き出しができますとね、はい、いうことで、はい、実際ね、800CTM 貯まると、こういうポップアップっていうか、このボタンが出てきます。収集というボタンと右側に収集 ×3 というね、でこの動画のマークですね。で、多分ね、この収集って押すと 800CTM そのままね、追加されるんですけれども、ここでね、収集 ×3 というところ、こちらをタップすると、まず動画が始まりますと。で、動画が始まって、で、動画が終わるとこんな感じでですね、2400CTM だから3倍ですね。これかなりでかいんじゃないですかね。はい。で、ね、8時間で 800CTM もらえる感じなので、うまくいけばね、1日3回、回せれば、はい、ね、いくらになるんだって感じですよね。7200CTM ですか。はい。かなりですね、このノードマイニングボーナスでかいので、これぜひですね、ノードをやった方がいいですよということでね、今日はお伝えしていきたいと思います。でですね、前回の動画のコメント欄にいくつかね、質問がありましたので、そちらにね、質問する形で皆さんに情報共有を図っていきたいと思います。はい、まずね、こちらのコメントなんですけれども、ノード開始して少ししたら PC がウォンウォンうなり始めて電源が落ちてしまいました。何度やっても同じなので、私の弱々 PC だとダメみたいということなんですけれども、ちょっとですね、私もね、どこまで弱々 PC なのかわからないんですけど、私の5、6年前に買ったノート PC ですね、これ結構貧弱で、CPU がね、インテルセレロンの、1.6GB ということで、メモリも 4GB ということなので、結構ですね、5、6年前の中でもかなり低スペックの本当に安いやつを買ったんで、もうね、本当に安すぎて遅くてね、本当に子供の動画用にしかなってないんですけども、そんなパソコンでも実際動かしてみたらですね、ウェブのね、マイニングノードツールなので、あまりその CPU 関係ないんじゃないかとね、結局そのウェブの方で動いてるので、多分皆さんのね、 CPU パソコンの CPU そんなにね、よっぽど遅くなければ、どちらかというと通信速度かなと思うんですけれども、はい。なので、もしですね、これのスペック以上の PC であれば多分問題なくできますので、私この PC でね、問題なくできましたので、これよりもちょっと古いとかね、スペックが低いってなると、ちょっとね、保証はできないんですけれども、一応私のこのスペックでも全然問題なくできましたので、はい。ね、ちょっとね、PC のスペックに不安があるっていう方は、これを参考にしていただければと思います。はい。で、もう一つね、ちょっと多かった質問というかコメントがこれですね。ノードが何度も止まるから、まともにノードマイニングできないと。ね、800枚手前で停止、そこから動かないということで、確かにですね、夕方から夜、夜中くらいですね、12時くらいですかね、にかけて、結構ね、止まります。で、この辺が止まりやすい時間帯じゃないかなと思うんですけれども、逆にですね、私いつもね、明け方3時とか4時とかに起きて、YouTube の動画作ってるんですけど、その辺で、動かしてると、ね、朝なって、昼なって、夕方までは、結構順調に止まらずに、
快適に動きますので、ちょっとね、また夕方から夜にかけて泊まりやすくはなるんですけれども、はい。なのでね、もし泊まって、ちょっとね、やってられないっていう方は、明け方、もしくはね、朝から夕方の時間帯でパソコンを動かしてみてはいかがでしょうかと、はい、いうね、お話になります。はい。で、もう一つですね、こちらが、コインの収集はどうやってやるのでしょうが、まあ、先ほどね、解説しましたけれども、アプリの方からね、800CTM 貯まったら、ボタンが現れますので、そこから回収してください。で、その前に、PC はくるくる画面でマイニング停止になって、699でストップしてしまっている感じでした。先にアプリで収集してからとあるので、PC を再起動してしまってもいいものかということで、ね、止まった場合にどうするかということで、ね、実際に、はい、こういうふうにすればいいですよっていうところをお伝えしていきたいと思います。はい、まずはね、TTOM ネットワークのウェブサイトから、ここですね、マイニングノードというところ、まあ、ここは前回もね、お話ししたので、はい。で、ここですね、このダッシュボードというところ、こちらをクリックしてください。はい。そうしましたらね、こんな感じで、ノードとパスワードですね、ウォレットのアドレスとパスワードを入れるところにありますので、まずね、このウォレットの情報はですね、手打ちじゃなくてコピペの方がいいです。手打ちだとね、絶対間違えますので、はい。で、どこからコピーしてくればいいのっていうのはね、前回の動画でお伝えしてますので、そちらを参照してください。で、パスワードを入力して、で、このノードというところを押すと、はい、こんな感じでね、始まります。で、赤色だとまだ始まってないので、この開始ノードというところをクリックしますと、はい。そうしますと、こんな感じでね、出てきて、まあ、緑になればね、始まるということなんですけども、今ね、これね、動いてないように見えるんですけれども、ここがね、日本語になってると、この数字が動かないので、こういう時は英語にして、はい、英語にするとね、数字が出てきますね。はい。はい。で、基本的にはこれでやっていただければいいんですけども、たまにですね、止まってしまう時があるんですよ。で、止まってしまった場合には、リフレッシュですね。こうちょっと画面見えてないかもしれないですけど、ブラウザーのリフレッシュ機能、もしくはファンクションキーの5番を押していただければ、はい。ね。ちょっと今止まってないから、再開しませんけれども、だいたい止まってる時ってこういう画面になってると思うので、その場合にはですね、この画面で、まあ、再読み込み、もしくはファンクションキーの5番ですね、を押していただいて、またこういう画面になるので、ここで、ノードと、押していただいて、開始とね。で、これを何回かやってみてください。それでも改善しないときは、一旦この画面閉じて、はい、この画面に戻って、ここでリフレッシュ、F ファンクションキー、こうですね、押して、はい。で、ここでまたダッシュボードって押して、はい。で、この画面になったらまたノードっていう感じで、はい。なんで、ね、ブラウザ立ち上げ、まあ直すところまでは私は必要ないと思うんですけれども、それでもダメだったらね、最悪ブラウザを立ち上げ直すとか、大体ですね、画面の再読み込み何回かやると、はい、うまくいったりします。ただね、時間帯ですね、やっぱり夜から夜中にかけてだと、まあ何回やってもちょっと調子悪いっていう時があるので、その時はまあ、そうですね、ブラウザ立ち上げ直したりとかやってみて、それでもダメだったらちょっと時間を置いてっていう感じになります。パソコンを再起動っていうところまでは、はい、必要ないので、そこまで時間かける必要はないと思います。だいたいね、再読み込み、もしくはここで再読み込みダメだったら、ここでね、再読み込みしてから、はい、でダッシュボードって、でこの画面になってノードというところを押して、で開始とやると大体ね、うまくいきますので、はい。で、やっぱりね、先ほども何度も言ってますけれども、夕方から夜にかけては結構止まりやすいので、はい、ちょっとね、止まるの嫌だっていう人は、朝方、昼方にしていただければと思います。はい、ということでね、前回に引き続き、ウェブノードのお話をしましたけれども、やっぱりね、アプリのマイニングだけでやるよりは、ノードのね、ボーナスの方が全然大きいので、これぜひですね、はい、やっていただけたらと思います。でね、まだアプリの方やってないっていう人は、まずはアプリの方からね、はい、やってくださいということで、こちらの QR コード読んでいただいて、アプリダウンロードして、まこと358で、はい、招待コードを入れていただければと思います。はい。で、アプリのね、実際の遊び方とか設定方法については、こちらの動画で詳しく解説していますので、こちらの QR コードを読んでいただいて、こちらの動画を見ながら設定していただければと思います。
いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が良かったよ、ためになったよ、役に立ったよという方は、いいねボタンをお願いします。また、このチャンネルでは無料でもらえる暗号通貨情報をお伝えしていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。未来のデジタル通貨、チートムーンネットワークです。24時間に1回タップするだけのマイニングアプリ。2021年12月スタートしたばかりで、ファーストステージで稼げます。元祖無料マイニングアプリ、パイネットワークです。世界最大のコミュニティであり、2022年はいよいよメインネットに移行し、上場する可能性もあり、パイに価値がつくことになりそうです。まだ始めていない方は、今すぐ始めてください。歩いてスニーカーをコレクションして楽しむアプリ、アグレットです。元アディダスのディレクターが作ったメタバースアプリです。メタバースで靴を拾うと、本物のスニーカーがもらえるそうです。2019年にリリースされたムーブトゥーンアプリコインです。稼いだコインは地理空間データを匿名で収集検証するジオトークンに交換できます。移動時にはスウェットコインやステラウォークと同時起動して複数の暗号通貨を稼ぐことも可能です。歩いて暗号通貨を稼ぐウォークトゥーアンアプリスウェットコインです。ユーザー数6400万人の世界最大のコミュニティコインが2020年夏、いよいよ暗号通貨としてローンチします。無料で始められるので、今からたくさん歩いて稼ぎましょう。歩いて暗号通貨、ステラルーメンを稼げるステラウォークです。2022年4月現在、iPhone 版しかリリースされていないのが残念ですが、他のウォークトゥーアン、ムーブトゥーアンアプリと合わせて活用して、暗号通貨を稼ぎましょう。スターネットワークです。1日1回ロケットマークをタップするだけで暗号通貨スターがマイニングできます。2021年9月にスタートしたプロジェクトなので、パイネットワークや P ネットワークに比べてたくさんマイニングできる初期段階です。マーズマイニングです。火星をテーマにしたメタバーストークン MRST がマイニングできます。画面をスクリーンショットしていただいて QR コードを読み取ると解説動画が見れます。 SNS で投稿して運営して紹介して稼ぐアプリ NEXT SPACE です。暗号通貨の総発行枚数の 82% を無料配布し、コミュニティで経済圏を作ってコインの価値を高める面白いプロジェクトです。無料コイン配布は先着1000万人までなので、すぐ登録しましょう。打倒イーサリアムを掲げ、中国で立ち上げられた TI チェーンです。アプリリリース前に10万人以上に登録された注目度の高い NFT& メタバースアプリです。タイムストープです。韓国初の元祖メタバースマイニングアプリです。時間を暗号通貨に変えるアプリ。1日1回出席確認が必要です。オープンインベスティングカーレンシー、オピンカーです。新しいテクノロジーと独自の経済モデルを使用して、投資や強制購入なしで主導的な収入を提供するマルチユーザープラットフォームで使える CIO コインをマイニングできるアプリです。メタバースプラットフォームエコシステムで使える暗号通貨をマイニングできるアプリ、その名もメタネットワークです。1日1回ワンタップでメタを獲得できます。2月15日にリリースされたばかりの韓国製のマイニングアプリです。人材ネットワークと暗号通貨を組み合わせた次世代 Web 3.0 タレントエコシステムのボンデックスです。1日1回ワンタップでアプリから BNDX トークンをアーニングできます。2022年に IEO を予定している一押し案件です。無料で稼げるアーニングアプリ大注目のリージョンネットワークです。ゲームして稼ぐ、動画を見て稼ぐ、紹介して稼ぐ、ウォレットを作って稼ぐことができます。2022年2月に IDO で上場の LGX トークンを稼ぐことができます。マイニングで稼ぐ、 NFT を作って稼ぐ、メタバースで稼ぐ、ビットコインレジェンドです。2月に上場予定の PCL をマイニングできます。エアドロップも2月から3回ほど行われる予定で、マイニングアプリのインストールが条件になっています。NFT を無料でもらうことができるマイニングアプリ、ユニコインネットワークです。マイニングした暗号通貨で NFT を購入することもできます。入手した NFT は NFT マーケットプレイスオープンシーで売ることもできます。
ワンタップマイニングアプリヘキサネットワークです。10分前に広告を見ることで10分間マイニングスピードを2倍にできます。始まってまだ間もないプロジェクトですので、たくさんマイニングできます。コイン X マイニングアプリです。1日1回ワンタップで暗号通貨 CNX をマイニングできます。先着500万人かつ2022年12月31日までのマイニングなので、今すぐ登録してマイニングを始めてください。 B ネットワーク1日1回タップするだけで暗号通貨 B がマイニングできます。パイネットワークのパクリ案件でしたが、ユーザーが1500万人を超えて単なるパクリアプリでなくなってきそうな感じです。無料でビットコインがアーニングできるアプリ、エンバーファンドです。1日1回ワンタップで120サトシがアーニングできます。暗号通貨ファンドで資産運用もできます。1日1回質問に答えるだけで上場済みの暗号通貨ハイがもらえます。画面をスクリーンショットしていただいて QR コードを読み取ると解説動画が見れます。独自のポイントダッチーを貯めて70種類以上の暗号通貨に交換できる無料フォーセットサイト、ファイナルオートクレームです。30分ごとに回せる2つのスロットと PTC ショートリンクでポイントを貯めて、ポイントを使って好きな暗号通貨に交換することができます。15分ごとにスロットを回して最大30サトシがもらえるフォーセットサイト、ビットコインスピンです。こまめにルーレットをスピンしまくってサトシをじゃんじゃん貯めましょう。フリービットコインです。1時間に1回スロットを回すことで最大200ドル分のビットコインがもらえます。ハイアンドローゲームや宝くじでもらったビットコインをさらに増やすことも可能です。1時間に1回スロットを回して無料でポリゴンマティックがもらえます。コインペイユーやパイプフレアと合わせてポリゴンマティックを貯めまくりましょう。まだまだ暗号通貨を無料で配っているフォーセットサイトがあります。イーサリアム、ドージコイン、ライトコインがもらえます。他のフォーセットサイトと合わせて1時間ごとにスロットを回しまくりましょう。18種類のコインを無料でフォーセットできる S フォーセッツです。PTC 広告で稼げるサイト ESPTCO とアカウント連携されており、フォーセットと広告視聴報酬で暗号通貨をたくさん増やしましょう。2013年から運営している老舗のフォーセットサイト、コインペイユーです。約20種類の暗号通貨からお好きなコインを4つ無料でもらえます。日本語対応しているオンカジサイト、トラストダイスです。オンラインカジノですが、入金しなくてもビットコイン、イーサリアムなど7種類の暗号通貨が無料でもらえます。6時間ごとに7種類の中からお好きな暗号通貨をもらえます。もらった暗号通貨でカジノで増やすことも可能です。ペットフューリー、オンラインカジノですが、入金しなくても BTC、BNB、BFG の3つの暗号通貨が無料でもらえます。20分ごとに請求できるので、コツコツやればすぐ貯まります。また12時間に1回最大 1BTC が当たるスロットが回せます。ポリゴンマチックトークンや Zcash、フレアトークンの3つの上場済み暗号通貨が毎日無料でもらえるフォーセットサイト、パイプフレアです。ポリゴンはイーサリアムに代わる DeFi&NFT プラットフォームで、コインマーケットキャップでもベスト20に入る需要の高いコインです。30分ごとにフリーホイールを回してビットコインをもらえます。サトシヒーローとサトシモンスター、2つのサイトで1時間に4回ビットコインが稼げます。2016年から続いているフォーセットサイトです。レビューサイトでも評価が高いフォーセットサイト、コインティプリーです。1時間に1回暗号通貨と交換できるポイントをもらえます。ゲームやアンケートに答えることでたくさんのポイントもゲットできます。海外ではコインティプリーと並んで上位にランクされているフォーセットサイト、ファイヤーフォーセットです。独自ポイントを稼いで12種類の暗号通貨で引き出すことが可能です。ブロックチェーンのスケーラビリティを改善する暗号通貨ゼンです。すでに大手の取引所に多数上場している実動している暗号通貨です。公式サイトが無料配布しているサイトから毎日ゼンをもらえます。完全放置で稼げるハニーゲインです。可愛いハチさんたちが
蜂蜜の代わりにお金を集めてくれる、そんな嘘みたいなアプリですが、安全かつ合法な不労所得案件です。クリプトタブや UBA と一緒に24時間稼働がおすすめです。自宅のパソコンでマイニングできるブラウザー、クリプトタブブラウザーです。ユニバーサルベーシックアセットやハニーゲインと一緒に24時間稼働でマイニングするのがおすすめです。ブラウザーでマイニングする暗号通貨ユニバーサルベーシックアセットです。メタバースおよび将来のデジタル資産の資本となる UBA を無料で提供しています。